はい、じゃあ半になりましたのでそろそろやりましょう。エントリーまだの方はいませんか。あ、はい、はいはいはい。さあじゃあね、そろそろやっていきますよ。今日は闘魂ルールで今日の特別ルール作ってきたんですか。ですね、上級者オア強キャラプラス初心者オア弱キャラのミックス2オン2大会、さらに体力ゲージ&タイム非表示特別ルール隠しらしいですよ。スパコンゲーじゃん。なんか隠すものあるかな。紙透けそうですね。あ、ガムテか。あ、まだでしょ。あれ、あ、じゃあエントリュー。あ、はい、ありがとうございます。あ、エントリーは皆さん大丈夫でしょうか。あ、本当は着キャラです。難しい。あ、放送の方もちょっと始まってますが、あー、なんかもう帰っちゃいましたね。あれ、ムナーリさんが書いてないの。いますよ。これで多分全員だと思います。
さあ今ね闘魂さんがチームを組んでるとこですね。この完璧な采配で組まれているはずですので皆さんご安心ください。あ、そうですか。あ、なんか1週間ぐらいで消えちゃうんです。あ、本当ですか。もしかしたら時間を置いたら見れるかもしれない。それではですね、くじ引きを引いてもらうので、一応弱キャラチームの皆さん集まってください。いろはさん、山本さん、タコ様、チカさん、ムナーリさん、ナエバさん、バイパーさん。いない人はこっちで引いちゃうので、じゃあ。いやいや、最強なんで、頑張って1番引けば組みます。うん、じゃあ、いろはさん、どうぞ。はい、誰となるか。はい、6番友澤メガですね。はい、はい、じゃあ、はい、6、じゃあ山本さん誰を引き当てるか。ちなみにいろはさんと友澤さん決定。5番山本さんはシャル君ですね。なかなか強力な、まあ、苗場さんちょっとねどっちにしようか迷ったんですけど、まあ一応今回は弱キャラ初心者枠にしておきましたんで。聞いていいですか。はい、どうぞ。これチュンリーチュンリー、ああいいんじゃないですか。ガイルとなんで中島さんのガイルで、タコ様、タコ様引いてください。うん、今日はねミックスなんで。おい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 、なめとんのか的なもん。タコ様は何番。2番。お、カワシムと。じゃあチカ、チカいます。チカくん、ムナーリさん、バイパーさんはやってんのかな。じゃあチカくん引いてください。お、3番は俺だね。闘魂チカで、でムナーリさんのは引いちゃってください。じゃあ俺ムナーリさん引いちゃいますね。ムナーリさんは、お、1番。お、やばいやばい。でもキャラ的には言うサガットとベガなんで。で、バイパーさんが残りは4番、グッチ。あ、まあまあの組み合わせですね。じゃ普通のトーナメント表でやります。7チームのいつものパターンでもいいんで、その辺は任せます。じゃちょっとガムテを貸してもらって、あと参加費まだの方お願いしますね。ゆうべがさんとムナーリさんと、まあ友田さんはまだ来てないので、さあ今闘魂さんがガムテープを貼ってますね。ガムテープデスマッチです今日は。
ガムテープデスマッチが始まろうとしています。どうですかね、見えないですか。さあ、HP とタイムをガムテープで隠してしまうというかなり変則ルールですね、今日は。とりあえず視聴者さんの方も、モニターですね、パソコンの画面とかになんか紙で体力ゲージと体力を隠しながら見てもらうと、同じ臨場感で楽しめると思います。でタイムシフトの方も後からそういうような形で隠しながら見ていただくと楽しめると思います。とりあえず今準備中です。放送画面の上にスクロールして隠すといいなり。初心者大会は別のゲームじゃないですかね。とりあえず今日の企画はですね、闘魂持ち込み企画、上級者プラス初級者、上級者オア強キャラプラス初級者オア弱キャラのミックス2オン2大会、アンド体力ゲージアンドタイムを非表示、ガムテープで隠しての特別ルールになってます。上級者でも、弱キャラは初心者枠ということで、バイパーさんは、初心者枠に使ってます。あ、トモズさん来ましたね。今トーナメント表の作成中です。今日の企画はこんな企画なんで確認をしておいてください。はい、はいはい、
皆さんルール確認しておいてくださいね。あとチームメイトもとりあえず確認しておいてください。こちらに来ていただければ、一応じゃあ今言いましょうか。うん、お願いします。まず、ユーベグ&ムラーリチーム、そしてカワシム&タコサマチーム、はい、トーコン&チカチーム、はい、グッチ&バイパーチーム、シャル&山本チーム、トモザ&イロハチーム、中島&ナイバチーム。一応上級者プラス初級者っていう一応枠組みでやってるんで、まあバランスはそこそこいいんじゃないでしょうか。うん、うん、そう、まあ、タコさんもね相方が川島なんでいいんじゃないかなと、うん、はいはい、はいはい、まあそうですね、うん、まあこれで川島さんが残儀使ったらてんてんてんみたいな、うん、残儀残儀でええー、みたいな、まあ、なおかつ特別ルールで体力&タイムが見れないし、あれがねすでにちょっとあれねえみたいな、うん、タイムも消えてるしみたいな、あ、いいです、入れちゃってください、うん、まあ時間押しちゃうとあれなんで、うん、まあとっとと始めちゃいますか今日は何杯ぐらい飲んだの？いや4杯ぐらいっすねいやな、まあ、まあイベントあったしとりあえずまあレバー触っとかないとなみたいな、なるほど、そのノリで来ましたわ、はいはい、フォークは弱キャラだけどバイパーフォークは果たしてどう？バイパーさんはね一応大丈夫だから、まあ、人数の関係とかでギリギリ迷ったんですけど一応弱キャラの方に入れさせていただきました。ガム手剥がすの大変そうだな、どうすかね、まあ、そんなには大丈夫だと思います、サードのビーム、はいはいはい、このねもう初級者でも強キャラは上級者で、あどうなのかな、いや別に昇級ね初でわけではないと思うんですけどね、全然昔からやってるみたいな話も聞いてるので、まあ、誰の話ですか、いやまあまあまああんまない名前出すといろいろほら最近話題になってるので、まあまあその辺はざっくりで、まあですよね、一応強いからも強い方もまあキャラバランスで弱の方行ったり、そうですね、まあ、上の方に入れさせてもらったりとかしてますね、うん、すごいな持ち込み企画で、あちゃんともう事前に作ってこられたんですね、まあそうですね、大体いつも何やる何やるみたいな感じで結局、まあ、俺も リーダーやらせる回数も結構多いんでだったらもう事前に、まあ、あらかじめもう決めた方がええやろみたいな、じゃあこれやろうみたいな、そうですねその方がいいですよね、うん、そうそう、まあなんかね以前ね中野ロイヤルの方でいろいろぶっ飛び企画をいろいろやってたんでその流れでそういうことですね、やってますね、うん、とはいってもなんだかんだもう10時前っていうのが怖いですよね、もう時間で言うとまあいつもぐらいでしょう、だいたい11時ぐらい手前に終わるぐらいかな、ですよね、まあでも2オンの7チームの、まあ、変則トーナメント式なんで、はい、まあ そんなにめちゃめちゃ長くはないと思います、そうですね、うん、とっとと終わってもらった方がこっちも助かるんで、うん、みたいな、まあ、結構ね最近はまあ、はい、大山はまあ今日はいないですけどサードの方とか割と初心者の方も多いですし、あそうなんですね、まあ、先週めちゃ、あ前回かな、めちゃめちゃ多くて、はい、お茶丸くんの彼女さんとかもね、へほぼ闘魂さんとかまでいましたし、全然知らないですよ、ほぼ闘魂って、うん、自分じゃないんだみたいな、うん体力待ちで勝てないから攻めるしかないから、まあ、大体感覚で勝ってるかなみたいな、そう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 、そういうの大事、そういう経験も生かされるし、うん、ですね、どうかな、まあまあ、スパコンとかもそんな感じですからね、大体このぐらい、まあ、大体そのうちたまるしみたいな、うん、あもうゲージたまったやろみたいな、そうそう、うん、あの残儀が露骨に開幕からデヤ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 とかでやりだしたらもう、うん、ああもうたまったみたいな、もうたまっちゃいますよね、うん、なるので、まあ面白いのが竜とかかな、なんかあの真空ぶっぱ系のプレイヤーとかですと、じゃあそろそろ皆さん の試合ラストでもう始めますよ、ロジアラストに来てくださいということでお願いします、で特に上の方からやっていくのでシャルさん、山本さん、ユーベガさん、ムラーリさん、グッチさん、バイパーさんはもう早めの出番なんでスタンバっておいてくださいね、ムラーリさんが
で、ちなみに、はい、軽い打ち合わせなんだけど、ええ、俺がこれ体力表で見えてるじゃん。ああ、はい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 、はい、こっちはね、時間と体力的なのは言わないで、ええ、確かにね、動画勢もそこ気をつけるようにな。いや、動画勢には一応自分でパソコンのとこ紙で隠してくださいっていう一応そうだ感じにしてもらうのでそこ空気読んで動画見とき。そうそう、うん、うん、でまあそのラウンド終わったら、あ、こんぐらいで何秒でしたよみたいなポロっていうのありみたいなですね、うん、感じですかね。ちょっと皆さん終わりですよ。特に普段だったらなんかこれね、開幕からコンボ決めてピヨって次コンボ決めて、あ、ピヨって死ぬ、あ、死なねえ、どうしようどうしようみたいな、そういうのもあるから。山本さんとシャルさんはいて、ユウさん、ムナーリさんも終わりですよ。ユウさんも終わりですよ。はい、とりあえず切りがいいところでやめていただければというところですかね、うん、うん、じゃあちょっとタコ様つないどいて、ちょっとドリンク、はい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 、大丈夫ですよ。まあそろそろの試合も終わって準備どうなのかな。とりあえずはそのラウンドでおしまいだよみんな。あ、ちょっとゆうべがさんとムナーリさん参加費まだですのでお願いしますね同じチームで同じチームダメっすよ、叩けはあかんですよ。そろそろもう終わってきてますかなっていうところでですね。じゃあこれでおしまいという形で、じゃあムナーリさん参加費の方お願いします。あとユーベガさんもお願いします。ユーさんも100円お願いします。チームメイト、一応これルールはこんな感じです。ええ、100円です、うん、じゃあまずは誰チームだ、シャル君とユーさんじゃんけんをして、あ、早速お願いします。ユー 1P2P と先方申告制かな、うん、じゃあユウさん、ムナーリさんスタンバってください。あ、よろしくお願いします。2-on-2、ルール分かってないし二人とも分かってないし、画面見てもらえば大体流れは分かると思うんで、みたいなあのさーって感じでまあまあざっくり言うとこんな感じなんで、ええ、じゃあやっちゃいましょう。まあすでに準備はできてるのでもう台は、はい、もうすでにみたいな感じで、はい、なんだこれみたいな、いやさっきからそうですけど、第一試合なんでスタンバってください、じゃあ2P 側と 1P 側でもう OK なんで、はい、はい、スタンバってください、うん、じゃあ先行申告、先方は申告っていうか、まあ、見えないように座ってもらってスタートしましょう。始めてもらえば OK ですね。あれあんま押しちゃうとあれなんで、ええ、本当は2を積んで、じゃあ俺行くよ。それでは本日の企画は大山ニュートン闘魂持ち込み企画弱強キャラはそこ自分で持ち込んでて噛むかよ初級者は弱キャラのミックス2オン2大会体力&タイム表示特別ルールスタートします。上は見ないより、そうそうそう、上は見ないより、そこ空気読んでね、うん、上のモニターのゲージが消されていないというクレームが入りましたが、じゃあ上消しちゃいましょうか、まあ、上、ええ、上は消しちゃいましょう。それで声援で分かっちゃうから、うん、あと1ドットとかっつってね、それあかんので、はい、始まりました、始まりました。これは山本さんの、山本さんとムナリさんですね、ええ、これで、ね、とりあえず動画線もちゃんと上ガムテープ貼るなりしてねやっていただいて、とりあえずムナーリさん一応キャラが弱ってことで初級者枠に、ええ、入れましたけど、いやなんか違うんだよな、ね、おっと3段入ったおっといきなりピヨだぞ、どうだどうだ、おおこれはねいきなり死んだ
このコンボの途中で死ぬみたいな。まあまあピヨったらやばいでしょですね、うん、特にあれですよね、あの残りゲージがどれだけあるかわからなくてもピヨったら最大を狙いに行かなきゃいけないっていうリスクがでかいですね。これは大丈夫か、ちゃんと見えてないね大丈夫、ええ、あもうここはもうムナーリさんこのもう本気モード、あー2段入る、さあどうだどうだ解説が実況がしづらいまあまあまあ上見てない感じで体力は分かんないぞ、そう分かんない、タイムも分かんないのか、まあ、なんかムナリさんが押してる気配はありますけどね。そうですね、ええうん、気配で戦うしかない。そうなんですよ、うん、特にあのサガットはあのスパコンで削れるんですけども、残りおお死んだ死んだいきなり死ぬ、あのスパコンで削れないっていうデメリットがあーぶっぱやばい系はダメですね。まあ真空もそうなんですけども、真空は削れても OK 的な、まあ確かに、うん、あのメリット、そうですね、デメリットないんで、うん、ただサガットの場合はそう削り角っていうのが使えないっていうのがでかいですね。まあ一応スパコンゲージは見えてるので、ええー、あ、そっか今回見えてるんですね、見えてますね、うん、まあただムナージさん結構連続あーとピヤってそっからのもさすがにこれは死ぬでしょう、これは大丈夫でしょう、これ全体ヒットして死ななかったら最悪ですよねまだ体力残ってたんかみたいな。さあ続いて登場シャルバイソンですね。ですね、おっとこれはおっとこれこの組み合わせはさあこれはあ、いやこっちは別に隠さなくてもいいっすよ、うん、うん、大丈夫っす、うん、さあこれみんなギャラリーもどうなんだどうなんだっていう感じで見てますね。だって分かんないもん見ててもさあゴチゴチしてからの、まあ、ただこうなるとそれであのプレイスタイルが変わってしまう人とかもいるかもしれないので、パソコン溜まってこれでサガットは厳しい。そうですね、まあでも体力はどうなんだ、わかんないぞ戦ってる本人は。そうなんですよ、うん、下手に慎重になって奥手奥手にと押されてしまうみたいな、ターンパンチの溜まり具合もわかんないぞ。おーいい台足が入る、おっと投げていく、ちなみにタイムは残り14秒、あと1センチぐらいでしたね、残りが。これも本当いつスパコンを行って削った方がいいかわかんないし、これはいつものバイソンモード、いいのが当たる。さあ投げて、おお投げに行く、スパコンゲージ溜まった、こうなると球は打ちづらい、打ちづらいんですが掴んで、まだ死なない、体力を持ってる、いいヘッド。さあどうするどうするどうする、グランド当たる、グランド今の削りで死んでた体力なんですけどね。こらこら行っちゃダメだぞ、うん、行っちゃダメだぞ、はい、そこの読み合いが難しいですよ ね、 すね。さあギャラリーも何が起こってるのか、さすがに厳しいか、ゲージ溜まった、サガットは辛いぞ、ここはしっかり刻んでスパコンでフィニッシュで、で登場がユーベガですね。ですね、いやそこはね野生の勘でわかりますよ。そうそうそう、あのプレイヤーのね癖とかもあるんで、連発で投げられてするとね。さあ早速登場ですね、怒りゲージっていうのはね、あの、あ、あの、ね、こんな感じで誰にも見えないんで、あ、ただまあなんとなく本人見てれば怒りゲージはわかるかなみたいな。ゲージなんか一発入っちゃえばもう、そうですね、終わりなんでね。おお抜けて、さあどういう、これはお互いやっぱ慎重になりますよね。さあお互いなんか硬いぞ、おーっとおっと、おここでスパコンで、お体力がどうなってるかわかんないぞ、どっち、おーっと、おー今どっちにしろ決まってピヨって死ぬみたいな、一発です、ね、とりあえず一発当てればみたいな、いつも通りの立ち回りでいいんじゃないですかね。いやでも意外と今なんかそこで投げに行くみたいな選択肢もガンガン来るぞ、ゲージによってはっていうのもあるので、やはり最大を狙いに行くっていうになっちゃうんですよね。さあどうなるどうなる、さあど、あーここはグランドで削りで今死んじゃいましたね。いやさあ1-1、これは難しいな、自分もあっち見てた方がいいかもなこれ喋りづらいな、これ本当画面端はやばいよ、間違いない、掴んで
おっとおっと、 おっと死んだ。できるパンチでフィニッシュ。これわからんな。さあ、じゃあ次は負けた方が先でいいから、ユーベガチーム対グッチバイパーチームでいきましょう。はい、お願いします。じゃんけんで 1P2P だけ決めて、で先方は見えないように座ってください。はい、おーい、固定です。キャラは固定です。まあバイパーさんもね、間違いなく上級者なんですけど、まあキャラが弱キャラってことで、今回は、初級者枠に入れてます。まあ線引きがね、いろいろ難しいんですけどね、まあ一応キャラとかのバランスは良くなったんではないでしょうか。じゃあ先方の方は分かんないようにこっそり座って、同じタイミングで座ってもらって、で OK だったらスタートボタンでお願いします。こっそりじゃないんだけどな。どうぞ。こっそりじゃないんだけどな。まあグッチチームはどっちもまあね、ベテランで上級者で、そうなんですよね、うん、こういう組み合わせに、まあ、実はね、こう、ええ、一番戦力あるんじゃないかい。いやいや、お互いそうでしょ、この組み合わせは。さあどっちも初心者じゃねえよ、ね、うん、さあ最初からグッチさんの竜とこれは見えないとどういう感じなんだ。でも立ち回りは普段と一緒っぽい。とりあえずそうですね、出川一発行くパターンか。お財布当たって、おめくりが当たって、変に待たない方がいい。おー、冷静ですね。どうなんだろう、これ。いきなり死ぬから、やっぱやってる人はびっくりですかね。いや、びっくりって怖いです。怖い。なるほど。それでみたいな感じになると思うので、うん、まあでもタイムはね、今のところタイムアップとかなってないし、あんまり気にする必要はそんなになさそうかな。まあ、それタイムアップで逃げ切るっていう、その選択肢が使いづらいというのもあると思うので、ね、使いづらい。あと、どんだけ逃げ続けりゃええんやろみたいな。なっちゃいますからね。下手したら、よっしゃ、あ、よっしゃ、これで殺せると思ったらタイムアップっていう可能性もありますからね。まあタイムアップは、うん、うん、おっとおっと、ここで使ってった。おっとおっと、投げに行く。お、どうなんだどうなんだ。コパン暴れ。あー、当たらない。俺らしか分かんない体力、この状況。超上から。さあどうなる。おっとおっと、あー死んだ。タイムアップと KO が同時ですね、今ですね。いや、しかも今最後までわからなかったみたいな。 今0秒で KO みたいな。そうなんです。ちなみに実はそうでした的な。ユウさんはあと1センチぐらいでした。ええ、あと1センチぐらい。タイム0秒で、ええ、0秒で KO、ええ、うん、ちょうど当たって0秒で KO です。ええ、いや、そうそう。怖いわこれ。さあデガホーク、さあ一回捕まったらですよね。これ捕まったら危険なんですけど、まああの、まあ、ダイヤ的にはかなりデガが優勢ですね、はい、そうみたいですよね、うん、まあ要は一切近づけなければってことですからね。そうですね、うん、あーっとちょっと危ない。逃げたけど、いや、これある意味ホーク、はい、体力無限ですね、はい、あー確かに一回捕まえちゃえばいいっていうので、とりあえずうえーって言わなければ、うん、いくらでも前に行けるみたいな。まあベガはある意味常にゼロドット。そうですね。ホークはこれホークが倒れない限りはホークは体力無限みたいな。ええ、あの削り殺しに行こうと思ったらまだ体力残ってて、そうそう、うーんとかありますからね。もうこれホークはもう体力無視して、はい、いつも通り一発捕まえちゃえばって感じですね。投げ返してめくりはガードだけども2位が入って、これベガ側の方がやりづらいですね多分。まあ、ね、見たいですよねこれは。あー、ここは手堅く勝利で、はい、2立てですか。はい、じゃあ次がシャル山本チーム対、グッチバイパーチーム。はい、じゃあじゃんけんお願いします。意外とサクサク音が消えましたか。音、ああ、ああ、
はい、あ、聞こえてますか。聞こえてるかどうかわかんないけども、リスナーの皆さん聞こえてますか。何人ぐらいいるんだ今。なんか、OK だって。 OK ね、 OK みたいですね。まあ聞こえてるみたいになれば OK ですわ。あ、なるほど。ああ、了解です。とりあえず次がシャル山本チームとグッチパイパーチームですね。ゼロでちょうど KO。 ユウさんが1センチでグッチが0秒と同時に KO。 そうそうそう、それで始まってるのかな。始まったところですかね。はい、トークは誰だ誰だ。前方がバイパーさん、ワンピーバイパーバイパーさんと 2P がここで、おっと、もうあーやばいっすよ。持っていく。やるだけ。逆にやりやすいかもしれないですね、ホークは。下手に考えずに。そうそうそう。まあ逆にあれですね、あの、ホークに特にバイパーさんはもうそういうプレイスタイルなので。バイパーさんもね、ええ、どれぐらい溜まるっても体に染み付いてるから。ああ、まあ、もう言ってるそばからもう。俺たち発動。言ってるそばから。で、シャル君。ええ。シャルですね。これはシャル山本チームが勝てば自動的で、そうですね、ええ、うん、グッチバイパーチームが勝つと、ん、なかなかその時考えますか。うん、そうです。あ、でもあの当たったあれのにもよりますからね。それで決まりますよね。お、掴んで回して、さあバイソンも捕まると、もうおーっと今ヘッド読みで後ろ下がったが、おーっとバイソンのゲージが残っていた。ちなみにバイソン0ドットで勝利。熱かった今のは。まあ見えてる方からしたら熱いですね。見えてる方は熱かった。見えてない方からしたらあーだけなんですけどね。掴んで、お、掴んで、そっからの、お、回して、回してからの、あーっと、音ミスる、音弾きがミスって、まだ削れないかな、あ、まあまあまあ、やばい、やっちゃった、これは、お、相打ちですね、ダブルKO、そうそう、ちょっとネタバレが、やばい、一瞬削れないって言って、お、早速シャルがガンガン押していく、体力関係は NG でね、転ばして、まあでもホークは体力無限なんでガンガン行って OK でしょう。あ、いい、出しちゃっぱ。こうなるとちょっと押され気味で、ホークもゲージが溜まっていないのでね。バイソンは守るスタイルか。ああ、これはグラウンドで取ってくる。ストレート入ってしまう。ああなんとなくね、うん、さあ対照戦レベルになるぞ。マイク、あ、なんかちょっと直ったっぽいな。お店の方も入ってますね。ええ、そうですね。グッチさんの竜とシャルのバイソンですね。さあこれはバイソンが優勢な組み合わせですが、体力関係が、はい、見えなくて体力、タイムも、まあ、お互いゲージが溜まる。おーっと真空は当たらないけども、お、いい、なんかずっとガードしている。どうなんだろう、やりづらいのか。いいか、あー、し、あー、死んだ。死ねよの一言で死んだ。願いも通じるのか。さあグッチが一本取って、まあ体感的にちょっと龍が押してる感じか。そうですね、ここで、あ、こうなるともうどっちがどっちだか分かんねえぞ。おーっと、昇竜に中パングランド入って、あ、ヘッドも入る。おー、タンパンチで、タンパが入ってる。当たったのか削りなのかよく分かんない。いや、当たったか、たんですかね。リバサ昇竜が出なかった、うん、かな。さあ1-1、
さあさすがに慎重になってますね。とりあえずスパコンゲージは見えてるので、めくり竜巻入って、ゲージのプレッシャーはおーっとしゃがんで、ゴチゴチ、おっとよくて、お先に龍がゲージを貯める、あバイソンも溜まった。さあお互いどう使っていく、どういう体力と読むか、おおわおわ入って、どう読むか、ここ、おーおーと生きてるぞ生きてるぞ生きてるぞ、おーと勝ったのはグッチ龍、あと1センチぐらいでしたね、ええ、あと1センチぐらい、あと1センチ、いい勝負でした、グッチさんも危なかった。そんなに3回当たってもちょっとちょっと、うん、じゃあ下の方行きます。じゃあ東根地下と中島苗場チーム行くんで、じゃあ、ま、じゃあマイクはタコ様にお願いして、あはい分かりました、こんな感じです。あ多分あの、まあ、だって自分がマイク持つと大体叩かれるんで、多分あの今週の東西戦じゃないですかね、まだ自分見てませんけど、叩かないでくださいって見ながらあっちも見てるの、そしたら面白い、あっちだけ見てると分かんない、大体自分叩かれるの分かってますからいいんですよ、くわーって、リアルで叩かれたことはないから面白いなと思って。タコの叩きはないですよって言っとけばほら聞いたことないわ、普通に煽ってやるんだけど、大体こういうところとかだと分かってるんだよ、はい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 、ねえ、好きに使いすぎたお前うるせんだよ。さて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 、最初のブロックの勝ち抜けは決まったんですかね。結局1勝1敗同士になりましたけども、ポイントでーすと、いやいやもう勝負は終わったんで勝負は終わったので、え、それで結局ポイントで上がったのは、あ結局、え、ゆうべがムナリチーム上がりってことですか。え、はい、ゆうべがムナリチーム、いやいやその前にちょっともう試合始まってますね、始まってますね。ちょっと闘魂さんが試合ですね、苗場チュンリーと 2P 側がちかさんかな、ちかホンダ、早速、お、でもいい、苗場チュンリーがいい対応してますね、2ラウンド目は、あーっと、そうね、上のブロック、おーいい空中投げ、上のブロック納得いかないというなら、ええ、究極のじゃんけん大会をあれやってもいいんですけど、でもだって3チームで当たったらそうなるんですから、まあしょうがないじゃないですかね、しょうがないですかね、うん、代表者戦だったら最初からそれでええやんみたいな、ニーヤーさんに勝ったチームが抜けとか、おーっとまあとりあえず試合の方は、お、苗場が、おーさあニーヤーさんね、いつもいろいろ提案してくれるんですよ、いい投げで苗場が勝ちました、お試合が決まった、はい、さあこれで闘魂さんのチュンリーが出てきて、まあ同キャラ戦ですね、まあさすがに、お、お、お、苗場が押している、さすがにまあ同キャラ戦でも闘魂さんの方が一時の長があるのかなと、でも苗場が、お、ガンガン押していっている、お、いい感じで押していっている、押していっている、先にゲージが溜まったのも苗場、闘魂さんも溜まって、お、投げる、お、投げて死んだ、これでしたね、チュンリーの投げでどれぐらい減るかがわからないところもいいですよね、そうですね、やっぱこのすぐそれって言われないっていうメリットがあるっていう、このルール結構荒れますね、見えないっていうのがずっと荒れてるやんって荒れっぱなし、いいテンションで返して、
これはさすがに闘魂さんが押している感じで進んでいますね。お、投げ返して、さあ体力把握してるのか、ぶっ破してるか、避けられてしまった。初心者、本当の意味の初心者は今日はいないですかね。初心者の、そのこのゲームに関しては初心者のその定義が、どこら辺までが定義がわからな い難しいですね。歴史が長いので、まあ、自分も始めてまだ2年ぐらいだから、そうなると自分も初心者なんですかねみたいな。その10倍やってる人とかもいますからね。なるほど、上を見ちゃうと。そうなんですよ。おーっと、終わってしまった。終わった、闘魂さん勝利。さあ中島さんのガイルですね。さあこれは、お、いいのが当たって、お、投げる。お、いい、やっぱ意外とガイルペースで進めるけども、これなんですよね、ペースとか関係ないんですよね。一発入ったらそうなっちゃうんですよね。いや、もうさあここはもうお互い慎重に、おーっと2回目の天使はさすがにガード。さあお互いこれいつまでこの勝負が続くんだけど、おーおー、こういう対戦になるとお互いが本当いつまでやり続けなきゃいけないんだっていうゲージも体力も見えないから、ひたすらもうなんかソニックと気功拳打って中足の牽制みたいな。これはちょっと体力把握するの難しいですね。ちょっと難しいですよね。一発がでかいキャラでしたらまだ分かりやすいんですけど、うん、特にこういう2ラウンド目の補正が入るとお互いでかかったりちっちゃかったりみたいな。おー、おー、いいの入る、いいですね。あーっと、おー、2段で死んだ。あー、今サマー中、サマーなら中ですかね。結構大きく見えたんですけど大ではなかったんですね。そこ難しいですよね。意外とゲージが溜まりやすいから、なんかそういう場面でもなんかダブルサマー打っとけばカス当たりみたいな。うわー、今の投げいいですね。おー、ガード、怖い怖い怖い。お、投げてからの中パンチパンチ、足足でガイルは追い返す。さあここ、おーっと、対空で死んだ。タッチ中アッパ一応僕の下のあれはもう一回あるのか。じゃあ誰だ、友座いろは、おお、でかいでかい、友座いろはチーム対タコ様川島、うん、ちゃんとジャックキャラと強キャラがミックスされてるから、まあいい感じですよね。うん、いやー、なんか体力わかんないとあれだね。なんかすっきりしないっていうか、勝った時はいいんだけどね、中圧一発食らって死んでるみたいな。うん、まあでもそれもまたこのぶっ飛びルールなんでいいのではないでしょうか。そしたら
決まったらこっそりスタートを押してもらえれば申告は先方はそんな感じで決まったらしい。あ、じゃあこっそり始めちゃってくださいで、まあそうですね、まあ弱キャラ初心者枠の先発同士ですね。あ、でもこれもどうなんだ、割とザンギは体力無限な感じでいっちゃうのか。とりあえずエスキャラなんでノーマルパイルでも捕まえていいかなと。死亡だよね、うん、そうそう。ただこれはどのぐらいの体力の判断してんだ。さあガイルはもうとりあえずしのぐと、ひたすらもう死ぬまで対応し続けるっていう感じですかね。待ち殺すっていう感じなのかな、うん、ザンギは近づきたい、ガイルはしのぎたい。さあとりあえず画面端に追い込みつつ一発捕まえたいが、さあここはガイルが勝利していく。で出てくるのはガイルにはダルシムよというばかりの当たり方。さあこれはもう体力いらないですねまあダルシムはタイムアップも OK、 全部対応すれば OK。 ガイルはどうするこれやりに行くしかない。画面はじゃあやばい、でもやりに行くしかない。さすがに体力状況はこれは厳しいと感じてるはず。スパコンゲージもない S キャラなんで行くしかない。さあダルスもほぼパーフェクトでしたね。さあ2ラウンド目、これ実況しづらい。画面端になるともうこれはガイルどうすんだ。あと飛びが通りそうだったか。さあ画面はちょっと押し返してるのでどっかで行くしかない。これさあどうだ。ドキドキいろんな意味でタイムも見えないぞ。まだ知らないのか、どっちも知らないぞ。残り0秒で、まあギリギリダルシムでしたね。今ギリギリダルシム、あとちょっと0.5 秒あれば、あと1秒あったら分かんなかった。さあ対象対決で出てくるのが向こうは、あ、トモザベガね。あ、え、おい、ベガだよ、ベガだよ、うん。さあこれはね、多分ベガやりやすいです。普段通り一発ぶち当てればっていう立ち回りで OK でしょう。これはサイコマジックで死ぬまで削りか。まあベガは攻撃力が高いんでね、一発もでかい。おっと投げで死ぬ。そうピヨったぞ。さあ体力は多分ベガは一発ぶち当てればっていうとこ、リーチからガードしてチョップ投げてインフェルノ、リバーサじゃない、インフェルノ中足の重ねがちょっとずれたか。おっとこれはピヨりそうだが、しのいで掴んで
おっとっとっと、なんか熱そうだぞ。俺見えないけど多分熱いはず。うわー、なんだなんだ、おーっと、川渋勝利。あと1センチぐらい、あと一発ぐらい、大キック一発で逆転だった。うん、さあ今のは見えないけど熱かったてか俺ら見えたけど。で次が A 対 C なんで、東高地下対友座いろは。じゃあタコ様またマイクをお願いします。いやー何もできなかったわ。ああ確かに早くなりますからね。特に中学だって3回投げたりダルチームステージ分かりやすいですよね。早いしもういっちゃいいっちゃいってなりますからね。はいはい、じゃあちょっと雑談でつなげと言われましたが、喋ることがない、喋ることがない。とりあえず次は、どことどこですかねみたいな。あ、東根地下対友座いろはの、まあ要は敗者復活戦的なところですね。じゃあとりあえず順番を決めて始めていただきますか。 1P 側が友座いろはの、 2P 側が東根地下。はい、とで 2P は決まったと。で 1P も決まったみたいなので、おーっと、まさかの 1P はいろはさんですか、 2P が闘魂さん。まあ最初に確かにホンダを出すよりかはチュンリーで行って、まあ次もガイル側の後がベガなのでホンダで OK やろうみたいな、そういう感じですね。ん、ああ、なんでもないです、なんでもないです。さてさて、闘魂さんが若干押してるような感じですが、どうなんでしょうね。ゲージが見えないと本当わかんねえよこれ。お、画面端で一旦前を取って、あーっと戦術が入ってしまう。これほんと筐体の画面見ながらの実況すごいなんか分かりにくいな。おっ、お対打ちで、あーっとこれ投げ返しが受け身がないのがきつい。おっ、様で返す。おーっと、あーばれん様、あーあー先生、あーで死んでしまった。あれで死んでしまうのか。さあ、トモザベガとかが出てきて、ここでチュンリーと当たるとはみたいな。さあ、とりあえずガンガン画面端には追い詰めていって、投げからの踏んづけてダブル2で大キック大キック。お、ベガ側は早速ゲージが溜まった。お、大キック入る、投げ、お、受け身がない、おお死んだはは、確かにベガ側も残りの削りでナイトメアが使えないっていうのがちょっと痛いのかなっていうところは、まあコンボか逃げにしか使えないみたいな感じになっちゃうのかなと。さあ今度はチュンリーの方がゲージが先に溜まる。ベガもゲージ溜まった。お、表からの、お、あーっと、暴れの壊しかな、当たりましたね。さて、お、開幕飛行に前歩きに当たって、
さあちょっとお互い慎重かなと。まあまあまあ自分はあんまネタバレとか好きではないので、そういうなんか体力ゲージのこととかは言わないようには。さあお互いゲージは溜まったか。おーっと今の大パンはなんだみたいな。しかもそれで死んでしまった。まあということで勝ち上がったのが、闘魂地下チームですね。それから、これはどうなんでしょうね。あ、これでまた自分の出番ですね。じゃあ闘魂さんに変わりますね。はい、じゃあ、勝ち上がった。なんか調子悪い。ああ、3チームでやる感じ。どんな感じですか、3チームでやる。いや、あ、ですね、とりあえず中島苗場チーム対川島高沢チームをやって、でそれで負けた方があの、あ、なるほどなるほど、一番右の空欄に入るんで、はい、じゃあ中島チームと川島チームじゃんけんでお願いします。あ、いやー調子悪いっすねスピーカーが。一応まあリスナーの方もちゃんと隠して見てもらえると熱さが伝わると思うんですが、まあこういう組み合わせはな、もう関係ないですよね体力。まあでも意外とさっき熱かったね。そういえばこういう方がガイル頑張れるかもしれない。さあダルスマも最後まで対応して殺すというしかない。まあガイルはどっかでいやガンガン行くしかないのか。さあ開幕はちょっと離れて、結構中島さんも結構飛びのいいセンス持ってるんで、一発入ればチャンスはある。陣地を押し返して、あるのか。これは体感的にはお互いどんな感じだ。画面端いっちゃうとこれはしのぎづらい。ガイルはとりあえず押し返して行きたいがどうなんだ。これでこれは硬いですねダルシム。これ辛すぎですね。辛いですねさすがに。で苗場チュンリ。さあチュンリーは全然頑張れますからねダルシム。さあカーシムもチュンリー戦は結構やってる組み合わせなので、この画面端はつらい。チュンリーはしのぎたい。掴まれてこれチュンリー逃げる。ゲージ溜めたい。ここはおっと安いけどもまあ OK でしょう。さあ離れて体力はどう判断してるか。中限から行きたかったがまあしょうがない、体力見えてないし焦るとあれなんで、まあ2ラウンド目。さあ画面8はこれ完全に川島の間合い。逃げたいけど逃げれない。さあ川島は釣ろうとしてるけど
滑ってないぞ。ここで壊スライフェルロで勝利で、闘魂チームとカーシムチームかな次。なのでじゃあちょっとマイクの方はハゲさんにチェンジします。さあ、敗者復活の方の最後の試合かな、闘魂地下チーム対中島苗場チーム、リマッチ、リマッチですねこれ。ああ、こっちの方が出るか。おいおいおい。でこれで勝った方と、川島タコ様チーム。そうですね、このこれで勝った方対川島タコ様チームでもう一回やって、このブロックの勝者を決定すると。さあワンピーが苗場さんのチュンリーですね。ツーピーがチカさんかな、ホンダ。ああ、さあ、ホンダチュンリーはホンダきつそうなんですが押してますね。画面足に押し込む。青い帳からピヨッて、まあ、ホンダはなんかあんまり体力見えなくてもあんま気にせずガンガン行っちゃえっていう感じでしょうか。なんとなくみんなもう慣れてきたかな。さあそして中島さんのガイル、あガイルはきついですね。ホンダはさあ近寄らせない。お、さあチャンスが来たか。ダメ足が近い。さあ最後は対空の中足。何でもいいから9回技を当てればホンダは勝つらしいです。押していく。お、画面足。あーさすがに死にますね。まあでもやってる本人からすれば死んだのっていう感じもあったんでしょうか。対空、さあ体力、やってる方は体力見えてないので気分的には五分と五分か。さあしっかりと待ってましたね。百貫来いという感じでしゃがんでました。さあそして闘魂さん、
さあ東根さん、この今日のね大会の提案者ですから、このガムテープデスマッチはやり慣れてるんでしょうかね。あ、今度セロテープデスマッチですか。あ、セロさんが画面を隠す、これやばいっすね。さあこの再戦どうなるかな。さあ体力見えないからまだ五分だ。お、これガードした。おお、投げ返す。あ、今機械さんが見えましたね。投げ返し。おお、対応していく。投げ、あ、すかさず様を打つ。お、あの中継体育ですね。投げ、そう。さあ中島さん立て続けに勝っちゃいましたね。さあということで、B チーム勝ち上がったので、じゃあこのリーグの最後の、勝者を決める試合ですね。川島タコ様チーム対中島苗場チーム、これ勝った方が、このブロックの、勝者っていうか形です。はい、では中島チームと川島チームで、下のブロックの、まあ、決勝戦ですね。で勝ったチームと上と決勝かですね。さあガイル戦見えないと難しかった。うん、押し引きがな、分かんないからな、辛かったな。まあそれがこのルールのなんで、タコ様対苗場さん、おっと4段、おっとちょっと見せてるぞ画面端、おっと投げ返す。さあザンギは画面端に追い込んで掴みたい、プレッシャーかけたい。さあ転んで逃げて、飛びが通ってスクリュー決まって、体力はどう判断するか。ここはめくりが失敗して自ら画面に行ってしまう。さあ開幕は飛びが通るがスクリュー持っていけず、画面端近い。さあザンギはちょっとずつ押してめくり、おっとこれはあれ食らうとね、大体半分は減ってるんでしょうがないです、うん、さあ川島登場ですね。さあキャラ差はいい勝負なんで、さあどう立ち回るか。ちょっと苗場さんが結構思いっきりがいいぞ。これはカワシムやりづらいが画面端持ってって、これはカワシムの間合い、逃がさない。さあ陣地が逆転して、さあどんどん押していく。これは削り角でしたね。体力見えてるという
コメント来ました。さあここはまた画面端ピヨって、さあカオシムの鳥かごが逃げづらい。さあどうする。さあこれは削りでも OK だったが、まあパーフェクト。さあさあ中島さんちょっと首をひねりながらどうすんだというサブキャラのホーナー出したいけど出せない。まあでもさっきガイル・ダルシム意外と体力はいい試合が多かったので見えないプレッシャーに押し勝つ。ダルシムはこれはプレッシャーなしかいつも通りで OK なのか。飛びが通るぞ。おっと今ちょっと横だったのか。さあどう判断する。おおそう、まあ見え体力見えないからしょうがないのかな。欲張っちゃいたいのかな。さあ時間も見えないからガイルはどこまで待てるのかが待ちづらい。さあどう判断するか、どう判断するか。解説コメントしづらい。掴んで削りに行かず投げ、冷静な判断でしょう。まあ、これは固い立ち回りで、下の方はタコ様川島チーム。じゃあ 上で脱げたユーベガムナーリチーム対川島タコ様チームの決勝戦を行いたいと思います。じゃあじゃんけんで 1P2P 決めて、あとは先方はこっそり座ってください。タコ様高校全然ありじゃない。目がいけるんだから下がったよりは。ああそうだね。でだけどまあ素直に来ると思いますけど、予想ではどうだろうな。あキャラダメです。固定です。固定で先方だけ申告っていうかこっそり入ってくる。うん、まあ、手前は決まった方ですね。奥 2P は今考えてるところ。ザンギとあれちょっとなんか心理作戦が先方の心理作戦があったが、まあ決まったらスタートボタンで決定しちゃってください。後出しはダメですよ。まあ予想通りかな、うん、ですね。まあでもザンギもサガって割と大丈夫でしょう。どうなのかな。まあきついまあいけそうな気がするんだけどな。気のせいかな。まあさすがにゲガの方がまあ楽かもしれないが、さあタコ様捕まえたい。ほぼほぼ今パーフェクトですね。さあタコ様おっと飛びが通ってスクリュー。とりあえずスクリュー一発決めれば大体体力の計算はできるでしょう。さあもうスクリュー一発二発決めたいなという感じか。ここは飛びが通らず画面端はちょっと嫌な感じ。どうだここはサガット勝利。
ここでまたまたカワシム、結構いい組み合わせになってますね。うまくカワシムがキャラ差でフォローしていくみたいな感じでしょうか。なるほど、ムナーリさん結構ダルシム戦やばいみたいですね。またでも体力見えないとサガップ側もやりづらそう。ダルシムはいつも通りで OK っていう立ち回りなのか。さあここでドリルが決まる。サガップもね、なんかどっかで行かないとっていうあれがあるのでやりづらいでしょう。さあ、球の打ち合い、大きいダメージはお互いもらってなさそう。どう判断するか。飛びが、おお、2段でピヨって、おお、うまっ。これはだいたい計算できてるでしょう、おそらく。さあタイム、おっと飛びが通る。タイムも見えないけど今は逃げ切りで OK っていう感じだったのでしょうか。おっとこれはどうなんだ。どういう感じなのか。どうするどうする。さあ体力が分かんないから説明しづらい。画面端は嫌な感じ。さあさっきみたいな飛びが通らず恥だ。どうする、どう判断する。ここは残り5秒で削りですね。で対象対決ですね。ゆうべが VS 川島、まあどっちが勝ってもおかしくない決勝戦。ラストマッチスタートです。さあレガはいつも通りで起きて一発ぶち当てる。さあダルシムも押してるぞ。さあここはサイコマジック返して、インフェルノはまだ溜まってない。さあ体力どう判断する。おっと逃げる、最高でまだ生きてるぞ。体力はどうなんだ。ここでゆうべが1本目勝利。残り今 1.5 センチぐらいですね。さあ2ラウンド目、さあどうするどうする。投げて、さあダルシム押し返したい。画面端スパコンがあるので無理できない。ダブルに決まって、ここからまだ生きてるぞ。削りで死ぬ。勝ったのはゆうべがムナーリチーム優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやまあ、なかなか熱い試合でしたね。そうだね、まあ、本当はもう一人で出てもらってもいいぐらいの超上級者枠を、じゃあ次回作りましょうか。超上級者枠。まあとりあえず皆さんの試合 OK です。一応まあそんな感じで今日は企画を持ち込んでやらせてもらいました。まあいかがだったでしょうか。まあやりづらい部分もあり面白い部分もあったんじゃないでしょうか。まあタイムシフトとかで後から見る人は、
パソコンの画面になんか紙でレイジとタイムを隠して見ていただくと同じような感じで見れると思います。そんな感じです。そんな感じです。本日はご視聴ありがとうございました。パチパチパチ。最後は結構あった、10センチぐらい。1ラウンド目どうだったっけ。1ラウンド目はね、ちょっと 1.5センチ。うん、投げ一発で終わる。うん、投げで全然する。 1.5 センチぐらい、うん、そんな感じですね。うん、じゃあせっかくなんで野試合もそのまま体力ゲージ&タイム隠したまんまにしておきましょうか。まあ誰もやらないか、あ、配信台だからな。でも外した方がいいかな、みんなやらないとあれだから。ちょっタイムタイタイム体力あった方がいいか。まあタイム、まあちょっと外します。うん、配信台なんでせっかく、まあ、優勝はゆうべがムナーリチームです。そうだ、写真撮影があるんで、ゆうさんとムナーリさん。あ、タコさんもお疲れ様です。外しちゃうよ。うん、あ、はい、あ、じゃあ優勝したお二人ちょっと写真大丈夫ですか。写真撮らせてもらっても。うなりさんダメなんですか。
ばんは。こんばんは、川島です。今配信台でやってたのは、シャル君のバイソンとトモザ君のベガ。さあ、チカさんが乱入。はい、久々に来たチカホンダ。バイソンホンダ戦は、バイソンの方がちょっと難しい感じだと思いますが、まあでもホンダの方もね、チカさん、1回負けた後ですが1本目取り返しましたね。さあロスコイ当たって、さあ置き攻めは失敗したが、さあこれでバイソンね、ダウンした時がホンダの置き攻めのチャンスなんですが、さあこれ離れてしまうとお互いに待ちモードになって、たまにズッパで出したものが何か当たって感じですね。ホンダ側はもう待ってれば、とかに16連射ぐらいしてますね。さあおもむろに掴みに行って、さあ開幕大いけない。さあもう一度画面端に押し返したい。さあさあ来た、おっちょっと高かったっすね今ね。さあ頭突きがコパンを貫通してくれないですね、なかなかね。さあこれは削りで死亡。さあ友田くんがもう一度入ってきましたね。さあこの2人先ほどからいい勝負を繰り広げておりますが、とサイコが当たって、これは削りで勝った。開幕前ジャンプ、まあ、サイコが当たって、
シューキックからダブルにダブル。さあ最後をヘッドで落としたが、さあ今のガードの仕方はいいですね。さあバイソンスパコン溜まったが、あっとしゃがんで黙っていたらおもむろに投げに来る。さあ投げうまいっすね。いや、さあyou
Thank you.
はい、we
はい。You be
はい、波動拳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 、はい、波動拳、はい、波動拳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 、はい、波動拳、波動拳、はい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